回ですね、たかちゃんさんにですね、なんと問題を出題していただけるということで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずこの図になる前にですね、はい、1番が一気に抜けたんです。一巡目の1番、一気に、見えと、はい、で、ここへ来た。めちゃめちゃうまいですね。はい、で、2番はここが開いたんで、はい、少し浮いてたんですけど、ああ、逃げと抑えて、はい、で、しめしめと思ったら、はい、今度3番がですね、抜けてタッチして、はい、2番に、で出しちゃって、はい、で抜けて、はい、1のそばに、はい、で、あとはぐるっと回って、はい、2巡目の白10番、はい、ここまで深く入ったんです、はい、で、さあどうするか。これ一体コート状況っていうのは人工芝の証拠、はい、まあ、ボールは止まるし、はい、コートは少し毛足が長いんですけど、まず絶好のコンディション。素晴らしいね。じゃあやっぱり狙い通りの作戦がやれるっていうコートであるっていうことは間違いない、ボールコントロールは安定しているというのが問題でございますけれどもね。はい、それでは早速ですね、3人のチャレンジャーの意見を聞いてみたいと思います。2人目のチャレンジャーの方はこの方です。ブラジルクラブチームの佐藤グスタボ選手に来ていただきました。よろしくお願いいたします。はい、グスタボ選手はなんと木村キャプテンのおすすめです。ぜひ作戦をということで、それではお願いいたします。はい、はい、10番の通過、はい、6番タッチ、はい、6番ちょっと4番の近くに、うんうん、10番の右へと通過、はい、このラインの近くギリギリの6番の通過、このぐらい、はいはい、まっすぐね、狙えるように、うん、そう置いとく、はいはい、じゃあここはいいですか、ほっといて。うん、あ、いいですよ。狙わないですか。うん、行かない、はい、ブラジルクラブ行かない。ブラジルクラブ行かないちょっと遠いところに、だけどあのこっちから狙えるぐらいのところに置いとく。 そのままで。分かりました。あの1番があの次の順番なんだけど、うん、狙ってくるかなとかのは気にならないですか。あ、3番のダブルね、はい、うん、この2番アウトボール、はい、3番のダブル、ね、OK ね、はい、OK、 ブラジルチーム OK、お答えいただきました佐藤グスタボ選手でした。ありがとうございました、はい、オブリガーダー。